もうすぐ小牧長久手か。万弱な豊臣の知性を実現するためには、やはり家康君の力は不可欠。今の豊臣でそう考えているのは僕だけだろう。そして彼を連れ戻すことができるのも僕だけだ。よし、三成君はついてきて。いないね。来ないよう言い聞かせるのには少々骨が折れた。あの家康君への執着は彼の心のもろさとなるかもしれない。それも何とかしておく必要があるか。<笑>全く手間のかかる。これじゃあまるで子守だ。<笑> <笑>頼む。ここまで来て僕を裏切らないでくれ。あと少し、あと少しでいいんだ。僕に時間をくれ。待たせたかい？君を連れ戻しに来たよ、家康君。君は豊臣の未来に必要な人材だ。わしは時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあ、わしと結ぼう、たゆまぬ絆を。 お引き取り願おう、半兵衛殿。わしは豊臣に戻るつもりはない。だろうね。だから僕自らがこうして説得に来た。半兵衛殿、一体何を企んでいる？何かの時間稼ぎ。時間稼ぎね。僕にそんな余裕はないさ。とにかくあなたの。 忠勝、まだ無茶はするな。やれやれ、時間がないというのに。これも日頃の行いが良いせいか。本田忠勝、本来なら策を講じて交わすべきだな。 それでは家康君を説得できないからね。僕は僕の誠心誠意を君にぶつける。もしそれが伝わったなら君も協力してほしい。耳を傾けるな、忠勝。罠に違いない。家康君、 君が思い悩んでいたことは知っている。そして今も君は力を否定しきれていない。君は自分を弱いと思っていたようだが、それは大きな間違いだ。己、あと何百頭すれば奴を倒せるというのか。一人のために兵士を捨てて、 これが絆か。こやつらを放っておけば大変なことになります。人心掌握、指揮能力。君は三成君をもしのいでいた。若手としては驚くべき資質だった。三成君も君のことを今も意識し続けている。絆を掲げるならば、 今一度語り合うべきだ。なぜあなたがそうまでしてわしを。あんたら血も涙もねえ。この衣も持っていこうかな。ちょっとビリビリしびれるけど、かえって体にはいいかも。泥棒泥棒、歯車が欠けてしまっては。もう戦ったな。傷ついた。
よかった。だいぶ顔色が戻ってきたな。耐え忍んできた皆だからこそ、今この戦も耐え忍げる。いかん。ここで戦意を失うな。家康様を乗せて飛ぶのが忠勝様の生きがいなんだ。この翼だけは何があっても譲れねえ。天かける忠勝様、もう一度見たかった。 この潜水はとてもじゃないがわしでは取り回せそうもないよ。戦わず、ダメだ、まだ動いては。どうしてお前はそこまで優しくいられるんだ。俺たちこそ大義、国を思うこの軍こそ官軍だ。 家康君の裏切りを許してもいい。君が豊臣に下るならね。忠勝君、君はある日の行く末が心配なのだろう。徳川が僕の話に乗れば、少なくとも豊臣に狙われる立場からは解放される。 たとえ僕の言葉が信じられなくても、君が豊臣の中にさえいれば主を守ることはたやすい。そうだろう、忠勝君。 そして何より君に知ってほしい。秀吉の力は民を苦しめるのではなく導くものであることを。 君にも分かってもらえる日が来る。
絶対に豊臣の世となれば強きに富む国が千年続くのだ。一つまで取られるいよいよまずいぞ。もしそのまま力に溺れゆくというのであればあの方にとってみれば将の投票も大差あるまい。 障害になれるとは思わぬ。なってみせよ。逃げ帰り伝えるがよい。花芽を奪われましたな。 安兵殿、あなたらしくない。強引すぎる。まるで生き急ぐかのような。まさか。そうだ、僕にはもう時間がない。僕はいつまで秀吉のそばにいられるかわからない。安兵殿、あなたは命を賭してここまで来たというのか。そう、 このヤクザたちの体にムチ打ってね。おかげで随分と余命が縮まったことだろう。本気なのだな。本気でわしに豊臣へ戻れと。やっと分かってくれたかい。考える時間は必要だろう。だが必ず戻ってきてくれ。願わくば僕がいるうちに。